どうこちゃ地獄です。今日もバーサス女性最強テトラの解説をやっていこうと思います。じゃあ見ていきましょう。最近ね、まぁ、ちょっと動画投稿できてなかった理由は、まぁ、ちょっと自分が風邪だったんでね。風邪で本当に声がなかなか出せない状態だったので、やっぱり解説動画ということもあってね、声は出せないのは致命傷になってしまうんで、なかなか動画投稿できなかったんですが、あの風邪がね、無事治ってきたので、しっかりと解説していこうかなと思います。さあ、開幕は、こちら DTO だったかな ?DTO に対して相手が、確か開幕 TSD だったですね。TSD だったんだけど、さあ、この後の立ち回り、解決してテトリス送る、T スピンダブルからホリレンのルートうまく、ちょっとルートないですね。ルートないんで3ライン消して完全相殺させてから、しっかりと T スピンダブルまでたどり着いて、まあ直列なんで問題ないでしょう。相手も相殺外して、T スピンシングルから T スピンミニ、サナインテトリスと。これ、いいですね。しっかり3ライン分、3連続攻撃にしていることによって、ラインが加算されるので、今の判断は非常にいい。さあ、こちら T スピンダブル。からテトリス、相手もテトリス、ちょっと穴場的に不利ですね。穴場がこちらにまあまあ来ているので、若干不利ではあるか、しっかりテトリスから、これ先読みですね。エルミの先読み、T スピンシングル、ここがミソ。T スピンシングルにすることによって、エルミノで削って、さらに T スピンダブルまで、いけると。さらに、アイミノまで行ったんでめちゃくちゃ強いけども、相手に言うほどダメージが与えられてなかった。しかしでも、今の先読みいい先読みですね。最後、T スピンダブルで操作やってて、まあ地形的にはそこまで、5分ぐらいかな。点数もだいたい5分ぐらいですね。3ライン消してテトリス。それを総裁外してから T スピンダブルテトリス送る。さあ、10万点超えた。いきなり10万点を超える試合。T スピンシングルかな。シングルからテトリスにした。から、3ライン消しを総裁外して T スピンダブル。これに対し、どうだろうな。ちょっとそうですね。大身の置き場所困ってたんで、大身の置いて3ライン消し。それをさらに、総裁外して、こちらもまた3ライン消し。どちらも結構穴場来てるんで、5分ぐらいかな。そんなに有利ではないですね、これ。テトリス送られて。さあ、削って削って、エスミのアイミノまでかな。アイミノまで。まあ、ここまでたどり着ければ結構直通まで来ているので、おそらく大丈夫でしょう。地形いいですね。ディスピンダブルから。さらに、創生。おーっと、外れなかった。できれば外したかったんですけどね、地形的にかなり余裕があったので。しかし、創生外れず。さあ、ディスピンダブル組んで。大身の J ミノとは削らずに、普通に BTB 継続させていたか。まあ、今の大身の J ミノと削って、さらに即座に T スピンダブルが構えられていたので、それでもよかったんですけどね。できるだけ掘りながら火力を作れるというのがぶっちゃけ理想なので、無理やり火力を作りすぎていても、結構自分に、まあ、リスクも伴うんでね。ミスってしまった時に致命傷になりやすかったり、相手に耐えられてしまったりすると、逆にこちらが辛くなってしまうので。結構まあ、掘りながらっていうのは理想ではあるんで。まあ、結果的に刺さったから良かったけど、どちらかといえばさっきの選択肢の方が多分良かったかな。さあ、相手の穴が強い。それに対してこちら穴場かなり切れるんで相当不利ですね。さあ、T スピンダブル送るけども、ちょっとミスってしまったか。2ライン消して削って、地形はそこまで悪くないように見えるけども、穴場がめちゃくちゃ辛い。T スピンダブルと T スピントリプル、しっかりテトリスで操作当てる。相手テトリス送られて、相当辛い。3ライン消しでなんとか妥協して、音量で先読みして T スピンダブルを総裁当てる。これ2ライン消し分なんで、完全総裁じゃないか。今の1ライン分来るのは、さらに穴場になるかなと思いきや、なんとか穴場にはなんなかったけども、ちょっと間に合わない。今の致命判定になりますね。致命判定になるんで、ちょっと避けて、3ライン消しで、危ないギリギリ。これ今の、かなり冷静でしたね。アイミノが、突き刺さってしまって、刺してしまうっていうこと結構あるんだけど、今のは瞬時に察知して、なんとか、アイミノを端っこまで持ってって、しっかり立て直すことができた。さあ、大身のミスてしまった。テトリスなんとか相殺当たっていいけど、これちょっと地形辛いっすね。階段に、無理やり階段にして、火力作るが、テトリスで相殺なんとか当てられる。さあ、無理やり屋根つけて、T スピンで相殺当てるけど、めちゃくちゃ地形的に不利。相手も直列であるので、そこまでたどり着かれるとめちゃくちゃまずいですね、これ。3ライン消し、3ライン消しで、なんとか耐えている。T スピンダブルでさらに相殺やってる。さあ、意外にいけそうか、これ。2ライン消ししてから、テトリス、さらに、Z ミノ、Z ミノ、T ミノ、L ミノ、J ミノ、おぉそう、ミスってしまった。L ミノ、J ミノ、I ミノと氷のルートがあると言おうとしたところに、お気にしてしまったんで、めちゃくちゃ辛くなった。さあ、
いい地形まで行くかなと思いきや、ここまで来られると相手の火力の餌食になりますね。プリンシパルさん地獄になってしまうんで、めちゃくちゃ辛いぞ、これは。さあ、テイスピンシングルでなんとか完全総裁。さらに、テッドリスで、しっかり総裁を当てて、さらに、テイスピンダブルで完全総裁。いいですね。ここら辺はまあラインを受けてしまうと穴バラになってしまうんで、しっかりライン計算しながら総裁を当てていい。受けて、ティスピンダブル。あらー、ちょっと送ろうとしたが、なんとかテトリスボリンできましたね。なんとかテトリスボリンできたが、これは、うまい。相手の、アイミノから行かずに、エルミノから行ったのがうまかったですね。アイミノの三雷消しまでのホリレンで止まるようにも一瞬見えるけども、しっかり、アイミノを来てるのを見て、エルだったかな。エルミノから、アイミノ横打ちとホリレンを繋いで刺されていった。こちらも結構、耐えられる地形かなと思ったんですけどね。相手のホリレンが上手かったですね、これは。さあ、ちょっと下を舐めてるが、ティースピンダブル。そのティースピンダブルを総裁外して、ティースピンシングル打つが、これちょっと地形悪いぞ。ティーミノ間に合うか。大ミノを置いて、ちょっと間に合わなかった。おーっと、さらにティーミノ、ライン消えるかなと、これ勘違いしますね。勝利は分かってたわ。そもそもの話、ちょっと、ティースピン、を作りに行ったのがちょっと悪手でしたね。ティーミノが遠い&地形も悪かったので、大ミノ適当に置いてティースピンダブル打とうとして、さらに妥協して、あ、やっぱやめようってなったけど、結果的に、妥協したのも、ライン計算ミスって下がってしまった。今のは良くないプレイですね。さあ、これは連通。9連、10連まで。ジェイミノの10連までの、連。さあ、相手テトリスから、氷の体勢だけど、まあ、これは若干有利か。いや、そうでもないな。相手もしっかり、直列まであるので、むしろ不利ですね、これは。総裁外してテトリスを送る。しかし、ちょっと地形的に辛い。さあ、まとめ1で。ティースピンシングルから3ライン消しと、掘っていくけど、穴バラにならなかったらよかった。さあ、ここまでたどり着ければ結構直列強いとは思われるが、ちょっと掘り方悪い。若干掘り方悪いんで、危ないかなと思った色、再び直列できたんで大丈夫そうです。さあ、削って削って、ジェイミノ、アイミノ、エスミノまでか。アイミノ、エスミノまで。さあ、一回ティースピンミニで、BTB をつける。削ってからテトリスで、さらにテトリス。相手ティースピンシングルから、テトリスだな。さあ、無難に総裁当てながら、なかなかこれ、ちょっと屋根の付け方悪いぞ。ミスったか、これ勘違いしてしまったか。屋根の付け方が若干悪い。さあ、ティースピンシングルで総裁当てるが、かなり自力品。ティースピンシングルから、テトリス、さらにティースピンダブルと。辛いですね。これは、ダブルダガーっぽい形にしようと思ったけど、ちょっと屋根をミスってしまったのが致命傷になったかな。普通にティースピンダブル組めればいいものの、ちょっと欲張ってしまった感じですかね。まあ、単純に勘違いなんですけどね、下穴が開くと思って組んだんですけど、まあ、ノータイムでやってるとね、自分でもこういう風に見えなくなる時あるんで、まあ、そこら辺はやっぱり、まあ、相手のね、その速度とか、まあ、火力とか高いと、思考時間を削られるっていうのもあって、まあ、焦りも生じてね、なかなか、判断力が鈍くなるっていう部分はあるんだけど、ちょっと良くなかったですね。そういうところ冷静に、ちゃんと地形見て判断できるようになれば、まあ、さらにね、まあ、俺もワンチャン強くなれる可能性はなくはないかもしれない。ということで、まあ、冷静になろうということで、ね、冷静に判断。普段から冷静なつもりなんだけど、どうしてもね、まだ完璧で、俺といえどまだ完璧ではないよね、もちろん。まだ成長の余地はあるんじゃないかなと思いますね。はい、ではこんな感じで今日もご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。